1985年オーストリア産ワインジエチレングリコール混入事件は1985年にオーストリアで生産されたワインなどに甘みやまろやかさを加える目的でジエチレングリコールが不正に添加された事件。1985年7月初め頃オーストリアから西ドイツに輸入した白ワインにデグが混入されているとして問題になった。デグは 不等液などに使われ、最小致死量は1 0 0 0ログラムである。ワイン等に添加すると、甘みやまろやかさを増すため、不正に添加されたものである。ワイン以外にもグレープジュース、シャンパン、さらに桃や杏を原料とする果実種にも添加された。事件まで何年もの間、ドイツはオーストリア産ワインの最大の輸出先であり、その輸出量は増加を続けていた。 オーストリアワインはドイツワイン同様甘口かやや甘口のものが多く、その多くはドイツの低価格市場向けのものであった。伝統的なドイツ及びオーストリアの甘口ワインは寄付ブドウを含む遅く収穫されたブドウから作られ、高品質なものにはそのブドウの熟度に応じて、カビネットからトロッケンベーレンアウスレーゼまでのいずれかのプレディカーツが与えられる。プレディカーツを持つワインは そのワインのムストとブレンドすることを除いて、糖分を加えることは認められない。したがって、高いプレディカーツを持つワインの生産量はその年の条件によってまちまちであり、高値で取引される。1990年代や2000年代と比べ、事件当時は甘いワインが好まれていた。またプレディカーツはドイツ語圏の国で広く認知されていたため、 安いアウスレーゼやベーレンアウスレーゼは多くのドイツの消費者からお買い得品と考えられていた。もっぱらリースリング種ブドウから作られるドイツの高価なプレディカーツワインとは対照的にオーストリアから輸出される多くのより安価な甘口ワインは数種のブドウ品種をブレンドしたものであった。一部のオーストリアの輸出業者はスーパーマーケットチェーンに対して 一定のプレディカーツを持つワインを大量に供給する長期契約を結んでいた。彼らは十分な熟度に達したブドウが少なかった年に困難に直面したものと思われる。そのような年の熟度ではワインは期待されるよりも甘みと重さにかけ酸っぱくなってしまう。1982年はそのような年となった。このために契約を満たすのに必要なワインを 供給できなくなった時、一部の生産者がワインを修正する方法を探し始めたとされる。単純に砂糖を加えるだけでは、ワインの味の特徴を十分に修正できないため、うまくいかない。ジエチレングリコールを使うことで甘みと重さの両方を生み出すことができた。ドイツのワイン科学者らは、小さいワイン醸造所しか持たない、個別の製造業者が、 このような計画を考案するのに必要な科学的知識を持っていたとは考えにくく、計画は大規模製造業者に助言した知識豊富な科学者によって編まれたのではないかと述べている。自営レングリコールは工業用化学物質や不凍液として用いられる。製品へのデグの混入は1937年のエリキシールスルファニルアミド事件以来、全世界で数千人の死者を出してきた。 回収されたワインの多くは1リットルあたり数グラムのデグしか含んでおらず、致死量の約40グラムに達するには限られた、時間内に数十本のボトルを開けねばならない。しかし中には1リットルあたり48グラムものデグを含むボトル1本だけで致死的なものもあった。またデグの長期にわたる摂取は、腎臓、肝臓、脳を損傷することが知られている。 デグが含まれるワインは、聖毒シュトットガルトのスーパーで最初に発見された1983年、レスト産のもので、1985年6月27日に分析された。ドイツでは、以前に国内産ワインの違法な加糖を含む偽装事件が発生しており、これが関係する製造業者の調査と摘発につながった。毒性物質が検出され、その後の調査で、 かなりの数の異なるボトリングがこの毒の混入計画に連なっていることが分かった点で、今回の発見は得意なものとなった。したがって、単純な加藤の場合とは異なり、1985年のデグの検出はドイツとオーストリアの両国で直ちに当局の対応を求める大スキャンダルをもたらした。7月9日に、生毒の首都本のドイツ保健省は、 オーストリア産ワインの消費に対し健康への懸念を理由とした注意喚起を公式に発した。発見は直ちにドイツのメディアのヘッドラインを飾り、そこから全世界へと発信された。1985年7月中旬により、オーストリア産ワインを輸出市場で販売することは事実上不可能になった。一部の国はオーストリア産ワインの輸入と販売を禁止し、 他の多くの国では販売業者が自主的にオーストリア産ワインを店頭から回収した。1985年の約4500万リットルに対し、1986年の輸出量は10分の1の約440万リットルに激減した。この水準は1989年までほぼ保たれ、1990年から1997年には、 わずかに持ち直すものの1985年までに比べると未だかなり低い。事件前の水準に達したのはようやく5000万リットル強となった2001年になってからだった。したがって輸出量という観点ではオーストリアのワイン産業はかつての地位を取り戻すのに15年かかったことになる。他国では1年も経てば事件は忘れ去られるだろうという一部の オーストリア国内での楽観的な予想を大きく裏切る結果だった。騒動の勃発の数週間以内に数十のワイン製造業者と販売業者がオーストリア当局により逮捕された。10月半ばには1年半の週間という初めての判決が言い渡された。混入があったワインの多くがニーダーエースターライヒ州のワグラムに橋を走っていることが明らかになり、 そこで助言を与えたワイン科学者が訴追された。有罪判決を受けた製造業者の一人、ケブリューダーグリル社のカールグリルは判決を受けた後に自殺した。より厳格になったワイン法が1985年8月29日にオーストリア国会によって制定された。昨今のワイン輸出業界の腐敗に鑑み、オーストリア政府は1985年の収穫に 発行が間に合うよう議会を通じて立法を急いだ。ドイツでは長きにわたる調査の末、ワインの卸売りとボトリングを行っていたピーロート社の6人の主導的な元経営陣が1996年4月、コブレンツの裁判所によって100万ドイツマルクの罰金刑を言い渡された。ドイツではその後数年にわたり多くの法的措置が取られた。 ボトリング会社のピーロート社は、ドイツ少年家族健康省大臣のハイナー、ガイスラが職権を超え、デグを含むすべてのワイン、およびそれぞれのボトリング業者を名指ししたブラックリストを発行したとして、上級裁判所に訴え出た。偶然にも、ピーロート社のオーナーの一人は、ドイツキリスト共民主同名所属の有力な、政治家である元連邦議会議員にして当時ベルリン氏、 三次であったエルマー・ピーロートだった。裁判は最高裁まで持ち越され、1990年10月18日についに決着した。ドイツ最高裁判所は大臣にはリストを発行する権利があったとして、ピーロート社の訴えを退けた。全く大衆の共感を得られなかったピーロート社の行動は、おそらく混入のあったワインの販売継続を狙ったものではなく、 騒動の後巨額の支払いを拒否した顧客らから代金を回収する権利を認めさせようとしたものだったと思われる。他の法廷で民法に基づき以下のような採決が下されていた。すなわちデクを含んでいることが分かったワインの販売はある、種の売買契約の不履行であり、一切の支払い義務は免除される。しかしワインへの混入が疑いに過ぎないものであり、後に 疑いが晴れたのであれば、顧客は代金を払わなければならない。したがって、ブラックリストの法的地位は、多くの契約葬儀において決定的な要素となったのである。騒動の結果として、合わせて2700万リットルのワインが、ドイツ当局によって、欧州内市収集され、廃棄されなければならなかった。デグは、下水処理施設では、 処理できず、処分を環境に配慮して行うことの難しさが明らかになった。結局、ワインはセメント工場の気流に注ぎ込まれることで廃棄された。ワイン騒動は1985年の後も長い間、間オーストリア国内とドイツその他の国外の両方で多くの皮肉の種となった。騒動後間もなく、オーストリアのシュタヤーマルク州に住む詩人、フォルカー・シュレービッツは、 ズンボール、グリコールという意を踏んだタイトルでポルカを作曲した。グリコールはまた、ドイツにおいて1985年のワード・オブ・ザ・イヤーとなった。ザ・シンプソンズのエピソード、怒りの武道では、バートが共に過ごした二人のフランス人が、ワインに、不当液を入れ、バートに飲ませた後で逮捕される。1985年7月24日、デグが含まれているとされる、ワインの一つ、 83年産、ルストノイジードラー、ゼーベーレガウスレーゼが東京都内で販売されているのが発見された。これはオーストリアで生産された原種を西ドイツのペーター・メルテス有限会社が瓶詰めしたものである。これを受け、厚生省は翌25日に全国の小売店に対し、オーストリア西ドイツ両国で生産された白ワインの全面撤去を要請した。 8月3日、厚生省は調査の結果、日本で流通されているワインからは、デグが検出されなかったとして、安全宣言を出し、8月8日付長官各市には、山岳とサントリー、マンズワインが、自社製品は安全である旨の広告が掲載された。8月29日、食品検査機関である日本食品衛生協会は、購入者が持ち込んだワインからデグが検出されたと、 発表したマンズワイン株式会社製造のマンズエステート寄付ワイン78年産720ミリリットル入りおよびエステート寄付ぶどう防衛1979180ミリリットルエステート評価ブドう現状1981180ミリリットル入りで前者はマンズ社20周年記念として流通業界に300本が配布され その後3000本が販売された。検出量は1リットルあたり 1.216g。52社の少量瓶は半部会で販売された。1979年名の寄付ワインは農園名を冠したプライベートコレクションという半部会で、1981年名のアイスワインは品種名を冠したメダリストコレクションなる半部会で5万本が販売された。 それぞれあたかも自社農園で収穫したブドウによるものであったり、特定の品種の特徴を味わうものであったりといった定裁をとり、その説明が裏ラベルでなされていたが、エステートの各個瓶には冷々しい金色の表ラベルのみで、農園名も品種名も記載がなかった。この点は、ハンプで配布された冊子での案内や告知広告においても同様であった。なお、当該ワインは、 消費税導入以前のものであるため、高額商品に対し高税率であった重課税が付加されており、金色のラベルにもその旨の記載がある。それ以外のワイン特性を表すものとしては、アルコール分14%未満エキス分7%以上、酸化防止剤仕様の記載がある。検出量は同1 7 7 9ムいずれも、 オーストリアのセイントハーレー社で現役が生産され、マンズ社の山梨県内のワイナリーでボトリングされたものである。マンズ社は9月2日より全製品の出荷停止に踏み切った。8月初めに輸入元の三菱商事からマンズ社に対し原種の引き取りの申し出があったことから、その時点で混入があったことを認識していたと見られている。9月8日。 厚生省は4段階の検査基準をクリアした製品に安全シールを貼ることとし、マンズ社以外の国産ワインは安全として出荷を許可した。その後の調べで、マンズ社は山梨県の検査をすり抜けるため自主的な検査を行い、ハーレー社からの輸入パル詰め原子を浄化層に廃棄していたことが発覚した。この責任を取り、マンズ社のモテギ七財門社長は9月14日付を 持って辞任した。山梨県は9月18日より、食品衛生法6条に基づき、マンズ社のカツヌマワイナリーの原料処理を除く、全部門の営業禁止を命じた。最終的に、マンズ社のデグコ混入ワインは7名柄、38万本に及んだが、回収、廃棄されたのは32,560本に過ぎず、 未回収の34万7千本余りはすでに飲まれてしまったものと見られている。マンズ社の営業禁止処分は11月12日で解除されたものの、この事件の打撃は大きく国産ワインのシェアをメルシャンに奪われることとなってしまった。当時の回収対象製品であった可能性がある、マンズ社製の1981年産ワインが2018年にヤフオクで出品され、 落札されていたことが判明した。キッコーマン広報担当者によると、現在に至るまで、マンズ社製ワインによる健康被害の情報はなく、当時販売されたワインは、個別訪問を含めて、回収に努め、ほとんど現存していないと認識していたという。ありがとうございます。